あんまり日本を舐めるなよバカ野郎。はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単、 ARIKEN、 N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン。ディオキャッシュカップなんですけど、海外勢のリートってやつがこっちのアジアの方まで来てボイボイ言わせてるらしいんですよ。こうアジアの FNCS とか、まあ大会を観戦してた、まあ、私からしたらちょっと見てみないといけないかなっていう、やっぱ日本の競技を見てる人間としては、その海外の強い猛者の人間見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ前の方に行って鉄で周りを囲んでいく。しかしスパイダーマンを使って資材を温存しながら移動している。さあここは資材をできるだけ温存した状態で、さあアンチ移動している。さあ目の前ではシュンシャンたちがやり合って、さあレイナーをレーザーエイム。さあここはまず倒していく。さあしっかりとキルを取ってアンチ移動もしている。さあ世界トップ3に入る、さあ日本のプレイヤーシュンシャン、ここはやられていく。さあたった一人だろうが何人だろうが、しっかりキルを取って資材を取って移動している。さあここはアンチ外の物資、鉄と石をしっかりと選択して、さあ物資を取ったぞ。さあ残り6パーティー9人。さあ目の前は自分が建築した、さあ物資が置いてあるので、さあ糸も簡単に移動できる。一応ストライカーショットガンを取っていきます。さあペッパー食べて足の速さを倍にする。さあ後ろで逃げ遅れてる敵にしっかりとフォーカス合わせて、さあ食っていきたいリート。さあ目の前の敵物資がないと判断、さあここ思いっきり詰めていく。さあローグラ誰もいないのを確認してローグラに降りていく。そして目の前に、さあまだ降りる。さあこんな下のローグラ誰も来ません。さあすかさず資材もゲットしながら、さあ甘えない行動。さあ立ち回りが完璧すぎる。目の前こんにちは。さあストライカーショットガンとサブマシンガンだけで、さあ目の前勝って、さあここはゼニガメたちにご利用されるが、一人でだいぶダメージ稼いだ。さああとは LODSTK と、さあ MRE、 この二人。さあジャンパで飛ぶが、さあゼニガメなんか音がすごい小さいぞ。さあ目の前サバシンガンでご利用されるが、しっかりと立ち回っていく。さあ一人やられてしまうが、さあ残りの LODSTK も回復しながら、さあ8-4しながら最終アンチに見えていく。ここは勝っていきます。さあ目の前やり合ってるところしっかり打っていく。ピングが100だから打ってるのに当たんねえや。さあしっかりスパイダーマンで移動して、さあ先端を取っていく。マジスパイダーマン強すぎるな。さあ残り19パーティー、アジアの大会に遊びに来ているリート、どこまで順位を伸ばす。さあしっかりと、さあ周りを囲みながらアンチ移動。さあ横からヘイトをもらうが、ここは大丈夫、しっかりとガードしている。さあピング100以上あるが、さあその動きはお手の物。しっかりとさあエピックホイールが、さあ後ろでキルを取っているが、ここはスクイッドゲームに、さあ一発やられて、さあ残ったのはリートだけだ、ここはやられてしまう。さあ残り資材55枚。さあ目の前からミニポト、さあ資材がゆっくり近づいてくる。鉄が333個になりました。これはいったんちゃうんか。さあミニポを落としてチャグスプも1個。さあ回復勝負する気満々だぞ。さあハイグラを取ってるロードが、さあどこまで耐えきれるか。さあこれを全部アイテムを使って回復勝負をしようとしている。さあ上を壊しに来ているが、さあここはしっかりつなげている。さあそのまま下の人間の HP がなくなって、さあ A2 ロード買っていきます。さあ武勇さん一人で、さあどこまで、さあサブマシンガンがうるせえ、うるさすぎ。サブマシンガン何も聞こえない。さあ皆さん僕の中で集まりました。ということで、さあ今私の声が少しかと思いますか。さあ武勇さん、ここはショットガンとサブマシンガンを使って、さあどんどん詰めていきます。さあここは取りに行って、いやーむずい、うわー、さすがにここは入れず。さ
さあ スイッチさんの画面です。さあいいですね、サブマシンガンの銃声が開かれてる中、さあ周りのみんなを倒していきます。さあ目の前移動して、さあ残り1人、さあストライクとショットガン、さあ横からサブマシンガン撃たれて、ここは落とされていってしまう。さあ下から撃たれているプロゲーマーになって不登校をボコす。さあさあ今戦ってる相手の中にも不登校は何人かいるでしょう。さあどっちが勝つ、最近記憶と強いんだ。へえ。さあ目の前車線通して、さあエクスリストさんをさあ落としていく。さあ目の前シャモキー、さあアンチ外の敵を倒していきたい。さあ見えたところスイーツにダメージ入れてしっかりポイント取っていく。さあアンチ外耐久できないぐらいの HP、ここは2人で削ってフィニッシュをかけていく。57ポイントナイスですね。リート、さあリートワンボックス対決、さあここでリートのインファイトの強さが見れるわけでございます。残り1対0。さあまずはトトチを1人落として、さあ綺麗なキャラコン目の前、さあ100のピング差があるこの状況、さあリート勝っていくのか。出てきたところ、おっとここはリートやられてしまう。さあエピックホエールが横から車線を通せるか。おっとホエール、武器の弾がゼロ発だ。さあリートを置いて、さあリートからアサルトライフの弾をもらい受けた。その弾残り14発。さあ味方の死体から取って、目の前のくしくお前デブヤンを倒してきた。足が見えている。ピン100でもこれで勝つ。2人のこの友情で弾とショットガンを渡してエピックホイール買っていきました。さあしかしワイルドホークもしっかりキルログで暴れているぞ。さあここはホエール、さあ耐えることができるのか。さあ一応リーターは起き上がっていきたい。さあここはスパイダーマンキャラコンで逃げていく。さあ相手もスパイダーマンを使っている。さあこれは、さあ誰かが詰めてくる。残り HP58、 ミニポを飲んでいきたいがさすがに飲めないか。ホエール、さあ敵もうまいし HP があるぞ。さあラグそうだ、残り資材がない。ここはやられてしまうが、しかしさあつないだ命、リートが逃げている。さあギリギリ逃げれましたが、さあ後ろから追っかけてきている音がするのは気のせいか。さあ追っかけている、始まってしまった、始まってしまいました。さあいいですね。さあスパイダーマン同士で逃げて隠れての繰り返し。さあ目の前ハンドガン、白のハンドガン1丁でワンチャン倒せるんじゃないかと言ったところ、裂け目を一瞬見た瞬間やられていきました。さあ上はバッコウ、下にはシュンシャン。さあどちらかというかシュンシャンたちもフルで残っている。さあデカポ取ってローグラに行きます。さあデカポを飲みきれればまだワンチャンあるぞ。さあブユーさんもミニポ飲んでいきます。残り資材7枚。さあ上からはバッコウたちが、さあサブマシンガンを撃ってくる。さあショットガンしっかり外さない、一発当てていく。さあ目の前にはシュンシャン、ここが貫通ダメージでやっていく。現在105ポイント。さあ残り人数20人、ちょっと見よう、3連続1位の男たちを見ようぜ。多分そんぐらいあると思うけどね。うまっ。さあしっかりと階段壊れるのを見て、さあハイグラ取りいく。さあ崩せればでかいぞね、海外高いよな、だいぶ差があるよ。3週連続はすごいな。 FNCS 優勝候補やん。さあ真下にはワイルドホーク。さあここは周りがなくなってしまうが、さあ101ヘッドショットしっかりやっている。さあここは止められてしまったが、ウィッキシーがしっかり取り切って1位。ナイス、つえ3連続は伊達じゃねえな。さあここ初動バトルなんだね。さあしかしデブヤン武器を取った。さあここは追いかけていく。さあアイテムがないので、なこの30って何、みんなこれ。さあ目の前にはトトチ、
さあリート肉ダメフレッシュ80ダメージ。さあここはさすがに詰めていく。さああの距離のエイムしっかりと当てていきました。あんまり日本を舐めるなよバカ野郎。まあでも文化の違いがあるからな。さあこれ魚振ろうとしますよ。彼ポイント取ろうとしますよ。さあ目の前、さあガールフレンドがいる。さあ誰も気づいていない。さあアサルトライフルで一気にエイムしていきます。さあピング100だろうが関係ない。さあ上壊して、いやうまっ、いやうまっ、普通にうまい。さあリートこれ W キーってやつですね。これさあタイトル決まりました。海外勢がアジアサバで W キー。あ、もうこいつらこれもう諦めてるだろもう。いやうまっ、いやうまっ、エピックホエールうまっ。さあここは逃げていきます。さあこれ詰められてますね。さあ武器もない。さあここは乗っていくが、さあここはもうハンドガンで突っ込むしかないか。さあ横から射線なんでそんな削れる。さあしかしここはマウフィンとワイルドホークにさあ駆られていきました。さあ目の前張り替えて、さあ倒しに行きたい。ここは逃してしまう。さあサージがいかなのでダメージを与えないといけない。さあタグスク渡して、さあサージを取りたい。さあ1キル取ってサージ5以下はまだ足りない。さあロードが入り、やっぱサブマシンガンが強え。全員撃ってくる。さあ目の前破壊して、さあ倒していく。さあ後ろの後続を潰してスパイダーマンリード。さあ周りからアサルトライフルの音えぐいぞ。すげえな。さあ横を開けて倒していきたい。さあ山の上アンチではない。さあ目の前落とせれば、さあ敵を倒せるぞ。やべえマジ、カズマの音で自分が何言ってるか分かんなくなる。どんぐらいの声量で喋ってるのか分かんねえマジで。さあ1人落として資材は獲得できなかった。さあここは画面が切り替わってやられてしまったが11位か。まあ言ってそうやけどな。さあワイルドホークも、さあマウフィンと2人で頑張っている。さあ目の前や VA さん、すごい。サブマシンガンをいかに長く当てるか、追いエイムってやつが必要ですね。さあオートマチックショットガンを使っているマフィン、まさかのストライカーではない。さあ目の前スイッチで落ちてきたところをしっかり倒しているマフィン。さあミニポン飲んでいきたいが、さあ1個上のチームに絡めそうになっている。残り4パーティー仕掛けで、さあワイルドホーク、ここは突っ込んでいったところワイホーだった。さあマウフィンがやられてしまってワイルドホーク残り1人。さあ2対2対1です。さあ目の前入り込んで倒していきたいがここは資材がない。さあ開けられてやられていく。さあ残ったのはハイグラキング VS、 さあ YouTube さん。さあ目の前倒しに行く。118ダメージ、フィニッシュで終わり。さあそれでは見ていきたいと思います。さあ第3周目のトリオキャッシュカップ、さあ一体どこが勝ったのか。さあ今日の結果はこちらです。さあ1位クローザーチーム、2位ロードチーム、3位スイッチ、4位シュンシャン、5位クジャクたちということで、おめでとうございます。いった終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。はい。